ラジオジャーナル。皆さんこんにちは、平井康奈です。上垣義雄です。鈴木貫太郎です。ラジオジャーナルは政治社会地方取材を続けるフリー記者3人が届けるラジオ番組です。今回の収録で第34回ということで、頑張ってきたね。そうですね、まあ、年齢に近づいてきた。ほとんどそうだうん、そうです ね、34回、目指せ100回ですから、うん、そうですね。だいぶ涼しくなってきたというか、今日は秋晴れでね、よかったな、うん、っていうか朝晴れてなかった、雨だったよね。そうですね、うん、いつの間にか晴れてる、ね、よかったです、うん、はい、ですね、今日は特別ゲストをですね、お迎えしています。 NGO の日本国際ボランティアセンター、略して JVC というんですけど、日本国際ボランティアセンターの加藤真希さんです。よろしくお願いします。久しぶりの加藤さん。ありがとうございます。温かくお迎えいただき、はい、加藤さんは和歌山県出身で、大学時代にメキシコ2年間留学をされて、先住民族地域のフィールドワークや都市部のスラム地域での支援活動を経験しています。大学在学中に現在所属する JVC の NGO ですね、調査研究政策提言インターンを経験し、メキシコから帰国した2012年から現職に就いたということで、東京をベースにアフガニスタンにいる仲間たちと日々連絡を取り合いながら、イスラムの世界やアフガニスタン情勢を勉強中ということですね。2016年に映画自由貿易に抗う人々というのを、上垣さんがですね、はい、まあ、制作した時にアシスタントというか、もう一緒にやってくださった加藤真希さんですよね。20日間、2回にわたる20日間ほどずっと一緒でした。メキシコに行っては、あの通訳してもらうのもそうですし、全部コーディネートしてくれてやってくださった加藤真希さんです。はい、今日は主に、まあ、アフガン、今 JVC というところでどんな活動をしているのかっていうのと、うん、アフガン担当というところで、まあ、その特徴とかね、アフガニスタン情勢とかもあるでしょうから、うん、一番ね、リアルを知っているのかなということで、その話も聞いてみたいかもっていう、あとは、意外と NGO 地味だぞっていうのを聞いたんで、そこら辺はちょっと派手じゃない、なんかね、派手っぽいもんね、うん、そうそう、っていうのを聞いてみたいと思います、はい、じゃあまず最初にですね、今週はコメント紹介は端折っていいですか？俺のとこないですね。ありました？あったと思うけど、うん、ちょっとパソコンないから、すいません中継してるからね。まとめて次回できたらいいかなということで、コメントはちょっと今回差し控えまして、すいません皆さんいただいたのにね、うん、気になる記事というのを、お届けしていきたいと思います、うん、リンクお願いできるのかな。はい、じゃあ、はい、リンクお願いします。はい、10月26日、これはリンクとはちょっと違うんですけど、朝日新聞の記事ですね。安田さんのやつです。そうです、ジャーナリスト、拘束中虐待続き心身疲弊、可能な限り説明する責任という、安田純平さん帰国ということで、内戦下のシリアで拘束されて3年4ヶ月ぶりに解放されたフリージャーナリストの安田純平さんがトルコから空路で帰国したということですね。で、シリアに3年4ヶ月ぶりに、あ、シリアにじゃない、4ヶ月ぶりじゃないや、シリアに3年4ヶ月拘束されていたということですけれども、うん、これで、まあ、私ネットの記事とか見てないんですけど、自己責任論がまた再浮上しているんじゃないかということで、まあ、これについてやはり考えるところが同じ立場としてはいろいろあるんじゃないかなというふうに思っていて、それで、同じ朝日新聞の13面の記事なんですけど、各国のこの人質保護の対応っていうのを載ってたんですよ。で、これを見ながらどう思うのかなっていうのをみんなで聞いてみたいなと思って、うん、IS にこう拘束された人っていうのが、まあ、日本人以外にもアメリカ人、フランス人とスペイン人ってここにあるんですけど、いまして、まあ、平均すると大体4億円ぐらいを、まあ、支払、身の代金として返してもらうときにね、支払っているというのがあるんですよ。で、それに対して日本政府は、一度払えばテロ組織が味を占めてまた誘拐がどんどん起きるのではないかっていうのと、邦人保護っていうのは日本の、外務省の使命だからっていうふうに言ってるんですけれども、安田さん自身はこういったところに行って取材する必要があるということで行ったわけですよね。で、それに対してツイッターでは、そんなことをね、行かないようにする
って政府も言ってるし危険だって言ってるのになんで行くんだ、自己責任なんだからとらわれたとしても何もしなくていいじゃないかって言ってるんですけど、うん、どう思います？いや、ひどいっていうかさ、うん、その4億とかでさ解放されるんだったらさ払うべきだと思うし、それはやっぱジャーナリストで3年間とかさ取材して自分まあ当然その取材旅費経費なんかは自分たちで見てるわけでしょ、うん、でそれで行ってそれを命が危ないって言ってお金を出して保護できるんだったらそれは全然すべきだと思うし、あのまあ首相なんて外遊でさなんか40回とかさそれだけで60億とか使ってるわけじゃないですか、それで成果が上がったらいいけど、それよりも一人の人がさ潜入してさ料理かなんかやってたでしょとか1年間やったりしてその関係を築いたりしてる方がよっぽど価値があるんじゃないかなって、まあ比較にかける必要はないとは思うけど、決してそのなんか額が高い安いというよりもそれで交渉してあの身柄をその自分の国民である人を確保する努力はすべきだなというふうに思いますね、うん、どう思いますか？あとあの一つ言えるのはあと大手の新聞社とかテレビ局がこういうところには出さなくなってるんで、あの結局フリーランスが捕まるようになっちゃってるんで、もともと1970年代とかベトナム戦争の時とか、あとはもしくはカンボジアのポルポトの政権の最盛期の時とかなんかは、あの共同通信とかでも捕まって殺された人とかいたんですね。だからあの、まあ、当時日本の人たちも戦地に行ってる記者クラブの人たちもいたんですけど、まあ、だんだんそういうふうに殺されてる人がいなくなってくることによって引いてって、でだからこそまあそういうふうに行く人が、まあ、フリーランスで増えてきたんだけども、まあ、そうじゃなくて、まあ、あの日本のメディアの人たちも、まあ、どん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 果敢に行って行くべきじゃないかなというふうに思いますね、まあ、そうすれば全体が行くようになれば、あのジャーナリストのネットワークが広がればそれは安全の、そのネットワーク的な安全が増えるんで、まあ、そういう自分勝手しないという意味でもね、まあ、そういうことも増えていけばいいかなと思いますね、まあ、あとは昔その海外で取材してる時にイギリス系のねガーディアンの取材、ガーディアンとか BBC の あとヨーロッパのフランスの新聞社の人たちとかと話すと、もう慰謝料、あ、いや、入賞金とか要求されたらそのまま払えばいいんだというふうに言ってる記者もいて、日本とは全然違う議論で、うん、まあ、それは要は殺されることによって恐怖というのが、まあ、世界にまた侵犯してあっちの思うつぼだと、うん、うん、そんな払ってしまって、であっちらに資金が行かないように、それは例えば金融に締め付けたりとかいろんなことすれば資金が行かないようにできるんだから、そうだね、うん、まあ、人をなくすよりも、まあ、お金を渡した方がいいんじゃないかというふうに言ってる人もいましたね、うん、そのお金の、ね、流れについてはまた、まさしくそうだなと思いました、うん、ということでこの一件とても面白い、あとにまた、ね、アフガニスタン担当なので彼女の話にもちょっと通じるかなと思います、ね、あのね、ツイッター結構やってます、うん、ダルビッシュって言うじゃないですか、はい、これ投稿してるんです、あ、一人の命が助かったのだから自分は本当に良かったなと思います、自己責任なんて身の回りに溢れているわけで、あなたが文句を言うときもそれは無力さから来る自己責任でしょう、みんな無力さと常に対峙しながら生きるわけで、人類助け合って生きればいいと思いますってリツイート1万4000人ダルビッシュです、すごいですねダルビッシュでしたそう、ね、自己責任っていうのもまあ面白いなと思うんだけど、政府がやるなってことをやったらもう全て突き放されるっていうのはちょっと危険かなと思いますね、うん、そうだよな、だって共同体 その政府の言うことを聞いたって保証してくれないのにさ、うん、そうかね、うん、なんかね、ルワンダの涙を見たらしい、うん、で、ルワンダの虐殺とかっていう、はい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 、それでそれ詳しくなっちゃってるね、ちょっと、はい、ということで、次の記事に行きますね、はい、これはですね、リンクがこれもあるのかな、あ、じゃあ、2つ目の、はい、安倍さん7年ぶりに中国へっていう、ちょっとなんかタイトル違うかも、安倍首相です、安倍さんとは書いてない、安倍首相ですね、安倍首相、はい、ということで、さっき言ってたけど外遊ね、はい、はい、安倍さん行ってきましたということで、はい、カントロ君、そう、まあ、25日にまあ出発して26日に習近平さんと会ったという記事なんですけども、まあ、ODA 辞めたりとか宣言したりね、あとはまあこれからの対立じゃなくて一緒に融和体制になりましょうって言ったことを言ったっていうね、うん、あ、まあ、7年ぶりなんで、うん、まあ、
結構取り上げられてますけども、僕も上谷君と一緒で安倍さんあんまり好きじゃないんで。いやちょっと待ってください、いやいや俺何も言ってないぞこのラジオチャンネルで。いやそうかな、まあまあまあいいや、まあ、まあそれは 言わずもがなだけども、まあ押して知れっていう感じじゃないですかで、まあ僕もそうだったんですけど、CCTV に友達いるんですけどね。あの CCTV っていうのは、あ CCTV っていうのは中国の国営のテレビ局ね、に友達がいるんですけど、ニューヨークタイムズに書いた記事があったんで、ニューヨークタイムズの記事を紹介しようと思って久しぶりにあの電話し メールで連絡取ったんですよ。ほんで安倍がね何もできないのに言ってみたいな感じでちょっとコメント書いたらさ、いや彼はね、いや安倍さんが久しぶりに来てくれて両国の未来に明かりが差してくれることを望んでますっていうふうにコメントくれたわけで、その時にさ、まあ中国の方だからいろんな意見があるから安倍さんのこと嫌いな人もいると思うわけ、うん、だけどなんか俺自分の国の首相なのにそんな悪口言ってさ、なんか中国迎え入れる人はさ、なんか CCTV の人がさ、いや両国のためになるといいですねって言ってて、なんか俺大人じゃねえなって俺なんか中国人すごい学んで、で孫君って言うんだけど、孫君今すぐ返事返して、いや僕らも両国の駆け足になりたいですねって言って俺も大人になろうというふうに誓ったニュースでした。以上です。あそうだね、はい、まあ首相の前にね、いろんな人が多分交渉したりしてると思うんだけど、数年間の交渉、それがだからずっとできてなかったんですよ ね中国で、うん、まあ、前までの民主党政権なんかは結構その新中国的な人たちがいたからあれだけど、もう政権再交代の後は全然なかったから、まあ、結局水面下が進まなかったっていう。なんか日中国交回復の何十周年だったっけの時も、うん、ほとんど何もなかったですね。もともと二階さんは日親中派なんですけどね、まあ、ちょっと今回でどうなるかね、うん、そうですね、うん、そこら辺はなんかもっと知りたい。そうですね、うん、まあ、ちょっとその話もしようかなと思ったんですけども、うん、まあそれを吹っ飛ばすぐらいやっぱり孫君のメッセージが非常に僕は、うん、孫君ね、うん、やっぱりね、中国人にそういうふうに言われて初めて気づいたけど、うん、やっぱ日本人もこの安倍さんのニュースを取られるときに文句ばっかり言ってないで、うん、いや俺も駆け足になりたいなというふうに正直に思う気持ちね、うん、これも非常に重要だなと思いました、うん、あ、うん、まあ、大きいところではそうだと思いますけど、細かいところでね、やっぱり、うん、まあね、もちろんそうだけどそうだから、まあそれを機にこれからこう帰ってきた時にちゃんと評価するね、そういう目線で評価する、うんうん、そういう仕事をもらってるわけじゃない。いやいや違う違う違う政府系の仕事をもらってるから。いや政府系の仕事は今はもらってないですね。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、そういう感じじゃないです、はい、じゃね、今回の気になる記事はですね、国際色いかがでしたけれども、はい、じゃあゲスト来ているのでゲストの方に行きましょう。ゲストです、はい、ゲスト加藤真希さんですけれども、上垣さんと、うん、関わりがあるということで今回来ていただいているんですけど、ちょっと紹介お願いします。加藤真希さん、この JVC という日本国際ボランティアセンターという民間 NGO って言っていいんですかね、まあ、NGO でいいかなNGO だけでいい、 NGO ですね、NGO で活動してるんだけど、 NGO のこの JVC と私もね、10年ぐらい前から関わりがあって、でというのはその、僕も農村行くときに、国際海外の農村アジアに行くときに、ラオスとかカンボジアとかパレスチナとか行った、パレスチナが2010年だったんですけど、行くときに通訳と現地のことを知ってる村に非常にこう距離感の近い形で、現地に入ってる人っていうのをコーディネーターとして必ずつけるんですよ。お金を払ってやるんですけど、その時にいるのが NGO の JVC なんですよ。でラオスもそうですし、パレスチナもいて、で彼らに、いつも通訳、コーディネートをお願いしてたというところで、関わりが出て、で一回2014年かな、TPP の集まりの時にメキシコ人を呼んでくるって言った時、 JVC に話をしたら、スペイン語を喋れる人がいるよっていうので、出てきたのが加藤真希さんだった時、でそこで通訳をマリ・カルメンさんという、女性の通訳を、してくださったのが彼女で、その縁でメキシコに取材をするこの映画を作る時に彼女にまた、通訳およびコーディネートを頼んだという縁で、加藤真希さんと、関わって4年ほど
ですかね。うん、ね、出すというところで、あの前々からオファー出してたんですが、今回はあの仕事も土曜日、休みということで、来てくださいました。ありがとうございます。話してみたところね。はい、で、JVC っていうのは、まあ、日本国際ボランティアセンター、国際っていうのがいろんな地域にスタッフさんがいるのかなというイメージがあるんですけど、うんうん、どういった地域にですね、うんうん、いるんですか、スタッフさん。関わりがあるって言ったのかな。はい、今ちょうどなんかこう報告書とかいろいろ書いてる時期なので最新こうアップデートしてきたんですけど今だいたい JVC のこう正規雇用っていう形では70名スタッフが世界にいて、うち日本人がだいたい25名6名そんなところですね。でつまり残りは後の人たちはその各国にいる現地スタッフ、私の場合同僚はアフガン人なんですよ。なので大体全部で70名ぐらいいて、うん、うち日本人が20か30、まあ、ちょっと量的になりますけど、まあ、そんなもんですね、うん、半数以上が世界ってことですね。そう、前はもうちょっとこう割と分かりやすく100人ぐらいいて、30人ぐらい日本人、70人ぐらいこう日本人以外の各国にいる現地のスタッフ。各国っていうのは、はい、今のところ10カ国で活動してて、アフガニスタン、スーダン、イラク、パレスチナ、南スーダンで、まあ、コリア、これは韓国と北朝鮮の人民共和国、民主主義人民共和国と、ラオス、カンボジア、タイ、で、あと日本、あの東日本大震災の後は日本国内にも事務所を作って気仙沼と南相馬で活動していました。はい、どういった活動、まあ広いと思うんですけれども、この命を守る、平和を作る、暮らしを支える、まあ、ちょっとこう、はい、なんか漠然としてるかもしれないんですけど、うん、一応こう便宜上もあるんですけど、柱が3つあって、うん、1つが人道支援、うんうん、平和構築、うん、人道支援およびまあ平和構築、うんうん、だいたいこう紛争地とかそういう緊急的な支援も含めた、活動に柱を置いてるものと、うん、地域開発って言って割とこう、うん、農村とかをベースに、うん、あの持続可能な暮らしを守る生き方を模索するっていう柱で、それから、まあ、両者にかかるんですけど、そういう現場から見えてくるものを発信したり、私たちの提案としていろんなところでこう提言していく政策提言活動、この3つで一応こう成り立ってるけど、まあお互いやっぱり重なってますよね。別に切り分けられないので。わかりました。なんかこうね、大学を卒業して JICA に行ったりとかキラキラした人たちもいるかもしれないけど、JVC もね、うん、やってる活動はもう負けてないというか、うん、ですけど意外とさっきね聞いてたら意外と地味なんだよって言って、地味なのっていうのはね、地道で地味、うん、じわじわ系みたいな。NGO って言ったらさ、大体紙面とかメディアで見るときはさ、うん、こう代表の人がいてさ、うん、でアフガニスタンとか戦争とかの時にさ、うん、いや私たちはねこういう人道支援を行ってるんですと、うん、現地で行くとねこういう悲惨なことが起こってるんですよと、僕らのためにもなんか寄付をしてくれたらね、スタッフも活動できるんですみたいな感じでこう結構華々しいで、写真とともにこう、うん、戦地の写真とはこうコラージュされてる、あって出てくるっていう。でそれをなんかみんなめっちゃやってて、毎年私12回もアフガン行ってるんですみたいな、なんかこういう感じのイメージですけど、そんなことないですか。まあ、一方でそういうもちろん間違いじゃないし、うん、そこをむしろやっぱ打ち出すというか、見え方としては目立つ部分をやっぱり持ってくるっていうような広報の一つ仕事かなとは思うんですけど、やっぱり私ずっと東京事務所勤務で、うん、あ事務所って事務所だなって思うのは事務ばっかやってるなってやっぱ思うんですよ。だからさ、会社とかと一緒で私の一番の友達はパソコンみたいな。やっぱそうですよね。Excel、PowerPoint、Word っていうのが基本だし、会議ですよね。とにかく会議。あと JVC の特徴として、まあ、他の NGO と比べてもやたら会議多いんですよ。なんでかっていうと、一人の人がやっぱ決めないように作ってあるので、すごくフラットな団体で、それがいいところでもあるし、まあもちろんそれでのちょっとデメリットもあるかもしれないんですけど、うちらの文化としては、もう約40年の歴史が、40年、そうなんですよ、先輩たちが作ってきた、うん、でもそれ変わらず会議多いと、その方がいいね、どういうところで、そういう方がいいと思う。
あの、いや、もともとなんか NGO 地味っていうイメージなんですよ。あ、そうなんだね。地味所、しっかりやってるとかね。海外で。あの、なんかダーンとかなんか、それ一回イベントでかいのやって、300人とか呼んでるところは、その後のケアができてなかったりとか。だって、もともと支援とか地味じゃん。だって。だって、毎日さ、学校作ったってさ、あれやりましたっていうリボン切ったってさ、その子供たちがそこに来なきゃいけないわけ。その後の設計やっても全部地味じゃない、うん、でそういう地味なことをやれる人が、うん、やっぱりフィリピンのゴミ山とかでも地味なことをやれる人たちの心の清い人が素晴らしかったですね。やっぱり派手なところしか来ない人は結局なんか何やってんのみたいな人だった。さっきのね中国の話で言うと地道に交渉してて、うん、パッと来た安倍首相はこう花ばらしいところで来るみたいな感じだよね。そうそうそう、そこでメディアが写真を撮る。やっぱその一つの場面は舞台なんだけれども、やっぱそれまでの脚本作り、機材準備、その後のレコーディング整理、情報整理、レコーディングっていうのがあっての舞台ですから、そこの部分だけ、まあやっぱり私も多分そうだったと思うんですけど、その前後にあるものとかが、学生の時はそんなことを期待して入ったんですか？どうして入ったんですか？学生の時は、うん、私はあの国際協力を、学生っていうか変な就職する時に、あ、入った時、そう、入った時、そうですね、まあ、JMBC のことは学生時代からインターンっていう形でこう入ってたこともあって、うん、まあ、その時から私すごい今でも覚えてるんですけど、インターン1日目にあの10時ぐらいまで業務してたんですよ。その朝行って夜の10時ぐらいまで会議が長引いたかなんかで打ち合わせ系で、で加藤さんどう思うみたいなことをこう、その時は確かなんかこう日本政府との、 あの政策協議会の準備かなんかだったんですよ、うん、なんか今日入りましたけど私なんか学生ですけどみたいな、フラットすぎるだろみたいな、代表とかと一緒にどう思いますか、若い人の視点でみたいな感じで振られたっていうのを覚えていて、うん、そういう風にで本当に聞いてくれるっていうところがあって、なんかそのまあ今でもあの、うん、フラッと来たボランティアさんも会議入れるし全然、うん、あちょっと私思うんですけどとか言える空気があるのですごい魅力、うん、だからそういう JVC があのいつかスタッフになれたらいいなとはその時から思ってましたね。じゃあなんで JVC を選んだの、そのインターンで。インターンはその時はかつてその御徒町に近いところにこうマルコービルっていう NGO 業界で有名なビルがあるんですけど、今その震災以降ちょっと耐震性に問題ありということで結構抜けちゃったんですけど、その時 NGO がたくさん入ってるビルがあって、でそこで合同説明会があったんですよ。で、あの JBC だけじゃなくて、シェアで保険の NGO だったりオックスファムジャパンっていうのがあったりとか、いくつか合同であの一斉にあのインターン募集してますみたいなのもなんかこう打ち合わせやってたみたいで、うん、参加した時に JBC が一番面白そうだし、うん、それこそなんか10カ国でやってるって結構ないんですよ、うん、やっぱカンボジアの教育とか割と特化してるとこが今増えて、まあ、シャープにやってるとこ多い中で、うん、JBC は割とやっぱ大きくてあのNGO のこう総合デパートって時々言ったり言われたりするんですけど、何でもあるみたいな、それ強みでもあるけど、うん、やっぱり何目指してるのとは言われがちですよね、うん、でもまあ、 あの中東の現場だったりアジアの農村だったりいろんなところの、まあ、何いろいろあると、うん、そういうところがその時はすごい魅力的で、その時はというかその時から魅力で、はい今アフガン担当ということですけれども、アフガン担当になったのはいつからですか？2012年結構長いですね。からもう7年目なんです。7年目折り返してるぐらいですね。長いですね。大学、時代的には大学のインターンの時は2000何年なんですか？2008年、10年。おで私その時からさっきプロフィールで紹介いただいたようにラテンアメリカ好きなので、住んでたのはメキシコだし、ラテン系のを目指してるというか、ハートはラテンみたいな、ハートはラテンなの、ハートはラテンなん、ラテンアメリカですね、ラテンアメリカなんですけど、その JVC という団体一方好きで、その JVC に入りたいなって思った時に、まあ、応募って公募してたのがアフガニスタンの事業に今人募集中ということで、あの声かけられた時に、あ、いい、 JBC でやっぱ働きたいなと思ったので、ラテンからのイスラムみたいなバターンみたいな転換が自分の中にあって、
だってないですもんね、ラテンアメリカ。ラテンアメリカないんですよ。あったら多分そっちも思ったんでしょうけど、うん、その時はあんまり国のこだわり本当になくて、うん、で正直言うとその時公募があったのアフガンとラオスだったんですね。でどっちでもいいなって私は思ってて、こだわりなかったです。やっぱこの団体で働きたいと思って。意外だよね。まあやっぱり地域でやる内容は変わってくるのかな。だいぶ違いますね。じゃあアフガニスタンにちょっと話を言ってもいいですか、うん、はい、アフガニスタンのプロジェクトっていうのはどういったものがメインになってるんですか、うん、現在は、大きく2つあって、特に女性に力を入れた、識字教室の開催と、あとは、まあ、今本当アフガニスタン紛争が本当絶えなくって治安が非常に悪いっていうのもあって、その中で生きてる人たちがこう結構武装勢力とかにも加担してしまったりとか、銃とかやっぱりもう実行保身のためでもあるんですけど、もうみんな持ってたりするんですよね、うん、なのででもそれでもやっぱり非暴力っていう こう考え方で物事が解決できるんだっていうのを現地の人たちが思ってる人もいるので、それをサポートするピースアクションっていうのに取り組む、うん、その2つです。教育系と平和構築の活動、うんうんうん、はい。うん、なんかどうですか、アフガニスタン。いや、前アフガニスタンのバスケチームを取材して、お、で女性と初めて、まあ、友達になったんですよ、ね、うん、チャットとかやってるんですけど、うん、あの印象的だったのはお父さんがすごい支援してくれた、うん、で大体アフガニスタンなんかはお父さんがすごい強いから、そうですよね、で外に出るのも許さない、うんうんうん、海外に出るのも許さないっていうのが基本らしいんですけど、うん、そのお父さんは許してくれるから私は国際舞台に行けるんだってて、うん、そのお父さん学校にも行ってないと。へえ、すごい。出身地が気になるんです。かなりカブール、カブール、うん、カブール、首都カブール、うん、まあ、本当場所によって、うん、カブールってやっぱり国際都市なんですよね。だから外との接点も多いし、うん、割とそのアフガン以外のコンテクストはこう知ってたりとか理解がある人もまあいるとすれば、まあカブールが多いと思うんですよね、うん、その一方で JVC が拠点を置いているのは東部のパキスタンと特にこう接触している部、ナンガルハル州っていうのがあるんですね。そこも結構大きい。ジャララバードっていう5大都市の一つぐらいあるんですけど、うん、まあ、都市は都市でやっぱちょっとこう割と開けてるところもある一方で、めちゃ保守的というかイスラム色が強い場所で、あの村の方、うん、私たちがやっぱり活動している村の方行くと、あの取材やっぱ男性はできないと思いますね。女性に会えない、見れない、喋れない、写真も見れないっていうので、あのかなり国の中でもあのだいぶ違ってきます。なので女性の方に取材できたのはすごいなと思ったし、理解できなかったもん。なんかコメントの中で他の男の人に私を見られることと知られることを嫌がってるって言ってて、意味わかんないと思って。親戚が見られることと知られること、存在をみたいな。いるけどいないみたいな、うんうん、私も本当にやっぱりこうアフガンと関わる仕事するようになって初めてね、そういうことを、そういう世界がまずっとあったんだって思ったこと、すごいびっくりしたのが今でもなんかこう印象として残ってて、なんかその時まるで世界がなんかもう一つあったみたいな、うん、自分の世界もう一つあったよみたいな感覚になってるんですけど、うん、まあ、そういう発見今でもありますね。本当に男性と女性のこう、まあ、違いとか、うん、社会の中でも役割分担かなり違うっていうことがすごく、うん、あのまあ、それでも今でも勉強中ですって言ってるんですけど、発見も日々あります。そういう保守的なところに行って、なんか学んだ点とかありますか？学んだのは、まあ、やっぱり変化がもし、なんかこうそれがいいとか悪いとかって本当に誰が判断するんだろうなっていうのがやっぱ改めて悩む。私は自分も女性だし、女性も男性と同じように外に出たりスポーツやったりとか音楽やったりとかやりたいけど、やれないし、いいとされてない社会があると。それに対して外部者の私はどういうふうに自分の考え伝えたらいいんだろうとか、そのやり方は一つじゃないし、今でも探し中だし、本当にその村その人によってどれぐらい言ったらいいのか、どれぐらい自分の考え伝えるべきなのかっていうのは悩むので、まあ、そういう意味ではまあ学ぶ、まあ、そういうのがいろいろあるんだな、一つじゃないし押し付けるべきでもないし、だからといって黙ってしまうだけでもないのかなとか、
そういうやり方にいろいろ濃淡があることを学びました。変化はすごい時間がかかると思いますね。この彼が出会った家族のお父さんは本をすごい読んだりとか勉強をして世界を知ってるって感じなのね。その男女は同権があるんだってことも知っているって感じは言ってて、そういうなんていうか出会いがっていうのも一つ大事なことなのかと思って、そういう意味ではアフガニスタンだと普通だと外にはなかなか外国には出てこれないけど、まあ国際試合とかがあるとそれを理由に外に出てこれるじゃない。で世界と触れ合えるっていうのは一つそのパラリンピックとかオリンピックとかこれから東京であるけど、その今予算がとかいろいろ言ってるけど、そういう交流っていう意味ではいいものなのかなっていう、世界大会ってちょっとこういう感じで新たな視点として思った。あの記事リンク送ったの？ん？リンク送りました。もちろん本人に送って許可あった、OK、もちろん、で、実はねその人って赤十字国際委員会の社員なんですよ。で赤十字自身が、そうで赤十字何かっていうと、赤十字国際委員会って病院を運営してるんですけど、そこに患者として来た人たちが、その社員になるんですよ、システムとして。アフガニスタンのところで戦争で負傷しましたと、でお世話になってるでしょ。でそこで社員になるのが、実はそのアフガニスタンの社員のうち9割が患者なの。元患者、でその人たちがカウンセリングとかしながらやっていく。でその自立するステップの中の一つとしてスポーツをする。だから病院に隣接してるんです、バスケコートが。へえ、すごい、だからそういう働き方をしていて、だから彼女の、赤十字国際委員会ってその後縁ができて訪問させてもらった時にすぐもうスカイプフォービジネスとかいうアプリ立ち上げて、ニロファーさんにじゃあつなぎますねとかつってチャットが始まって、で、そのヤフーの記事も翻訳を今してくれてて、で英語にしたものを送るっていう形になってる。だから関係性ができてるところが。いいですね。ちなみにカブールはインターネットの検閲とかはないんですよね。そういうのは基本ない。じゃあお父さんも見れますね。本当だね。その反応が気になりますね。そう、なんか結構それで私江垣さんが取材されるって実は聞いていて、でも心配、まず懸念よぎったんですよ。その人大丈夫かなって思って、やっぱりさっき言ったように見られてはいけないっていうのがあって、ましてや顔を晒して写真ネット上で、今本当にそういう時代だから、どの人も見られちゃう状態に彼女置かれること大丈夫かなって思ったんですけど、そこが周りの理解とかが、特にお父さん理解されてすごい強いばっかって、そうなんですけど、ただし、ね、結婚したら話が変わるらしいですよ。ああそうなんだ。そう結婚した人が選手になるっていうパターンって なくなるんだって。ああそうなんだ。要するにだから家族をや養うというか守るのが女性の役割で、もし選手として行く場合は家族ごと来るんだって。あだから家ごと、だから家ごと国内でいとくか一人で行くのはありえないから、家族ごと来るっていう。でも今のところないって、そういうパターンは。だから結婚、そのニロファさんも結婚してないですよ今。だから結婚したらどうなるかなとかっていう話もし、してるところではあるみたいですね。なかなかだからその国際試合に出ることもそうだし、やっぱ外に出るっていうことは、徐々にその彼女も自身も自分が有名になりたいっていう。で、その国際委員会のカンボジア対アフガニスタンだったんですけど、カンボジアの方なんかは割とこう、おとなしくて、アフガニスタンめちゃくちゃ激しいの。こう試合自体が試合が激しくて、なんかパックじゃないけど、なんかそういうのをすごい やってるわけよ。情熱的なの。で、それすごいアフガニスタンの気質が現れてますっていうふうに、その国際委員会の人たちが言って。で彼女らのプロフィールが出て、大体社員だから全部見れる、写真も含めて。でこういうプロフィールでって言ったら、私が有名になって女性が活動してることを伝えたいとかいうのがすごく出てて、なんかそう俺もちょっとね感動しちゃうよね。そういう意味で日本でもさ、有名になりたいなんて言わないじゃん普通。そういうことを言って、言うことによって社会が変わるっていうことを実現したいという。だそれが一つの、俺がいいなと思ったのは、スポーツってそういうところの良さがあるんだなっていうのを初めてそこで気づいた。わかりますか？そう、すごい感覚わかるし、なんか本当に綺麗事じゃなく、私がロールモデルになりたい。政治家も同じように、自分がやらないと後に続けないみたいな。
本当にいるじゃないか、女性でも活躍して、そして社会からも認められてるっていう人が実際いて有名になると、女の子たちがね、やっぱり目指すんですよ、あの人になりたいみたいな。それ本当にあって、マララさんとかもそうですね、あのいろいろあるんですけど、自国で批判とかもされてる一方で、やっぱマララみたいになりたいって言って、こうロールモデルが実際にいるっていうことのなんかこうインスピレーション、実際に伝わるっていうのがあるので、感動します。僕も出会い、ただそのアフガニスタン行きたいんですけど、ねえ、あ、そうそう、なかなか行けない。私も行きたいんですけど、私も行きたいですよね。それ担当一緒に行きたい。今ね、本当になかなかあれは難しいです。そうです、表の方は結局外務省が止める。そう、さっきの、ね、ニュースでも紹介された、外務省が電話くんのって携帯に、あのまあ、一つの例として挙げると、その赤十字国際委員会がメディアのプレスツアーを組んでやって、ビザまで全部取って1日前に出国禁止になった。それは外務省が止める。出国禁止ってどこの段階でされるの？あ、もうなんていうの、入管でってことか。いや、入管じゃないわ。だからもう明日から行くツアーはあのダメですと。あ、けど止める権利はないでしょ。権利はないですよ、ね、入管に行ってハンコもらっちゃえばいけるでしょ。まあ、だからこうそういう考えしてると捕まっちゃうんだね。だからそれをできるのは、だから例えばそれはさ、一緒に行ってたあるメディアの人も、うん、やっぱそこは自社としては行けなくなるんだ、うん、外務省が行ったりする。あ、まあ、それはいけねえだ。さっきの安田さんと同じで、だからそれは、うん、結局なんかメディアツアーなんてみんな職員だからさ、あ、そうか、行けないっていうことになるでしょ。だからそこに言ってたのは、だから僕とかのフリーの人が行く手続きを取るっていうことは、まあ道としてはあり得る。いや、でも結局誰にも守ってもらえないフリーが行くって変な話ですけどね。そして何かあったらバッシングが待ってるっていう、本当に窮地ですよね。え、けど俺なんかカブールの友達いんだけどさ、うん、カブールの友達はあのいつでも来いよって言ってんだけど、うん、アフガン人、アフガン人レベル4だけどねみたいな。そう、ユネスコで働いてる人なんですけど、うん、なんか遊びに行きますとかそういうのもダメなの。いや、いいんじゃない。いや、いいんですね。でもね、それはダメなんですよ、基本は。取れないと思います。あ、基本ダメ。取れないんだ。今はビザが、ビザ申請の段階で、なんで行くんですか、今危ないですから出てくださいっていうのを、本当はこれってやっぱアフガンビザだからアフガン政府が決めることなんですよと思うじゃないですか。で、実際そうなんですけど、カッコつき。そうなんですけど、今どうやらなんかそのやっぱり外務省としてもその安田さんの事件すごい関わってるなって思うんですけど、やっぱこう邦人保護っていうのをすごい徹底してるっていうのもあって、いろいろ日本人が巻き込まれたりするっていうのも受けて、かなり鉄鋼入れしてるんじゃないかなと。ビザがなかなか下りにくいですし、記者さんも一回なんかパスポート取られたりした人いますよね。朝日のシリア行こうとしたのかな。そうか、新聞載ってました。何回も行ってるから、うん、フリーでやっぱりパスポート取られちゃった、うん、なんか申請自体今度強制、あとね、そういうこともまあ今起こってきてて、私たち NGO も本当に行くべきミッションやっぱりあるんですよと思っていて、うん、で自分たちの判断で何も遊びに行きたいから行かせてくれって言ってるわけじゃなくて、やっぱ活動続けるために本当に不可欠な訪問っていうのはあって、人に会わないといけないっていう時に、自分たちの判断で自分たちの資金で行こうとしてるにもかかわらず、外務省ちょっと待ってください、ちょっと協議しましょう、協議しましょうっていうまで呼び出されたり、じゃあ基本、じゃあアフガンに入ってる、これ JBC レベルで入れてないってことは、入れてるボランティアもほぼないってことですか。そうです、ないです。まあ、日本人が最後に入ったのはいつなんですか。私は2年前ですね、2016年。それでも結構頑張って、かなり外務省の人にも本当にこう交渉するべき相手でもないんですけど、でもやっぱり仁義切ってというか話をして、万全の対策でいく、こういうやり方でいきますとか。そうだ、あと意地悪されたら嫌だもんね。連絡しますって。でも他の日本人以外の外国人入ってる、ね、入ってますね、でそれが面白いのが、もしあなたが国連職員だったら、アフガニスタンに行った時に、いや日本人として素晴らしい、国連職員は違う扱いなんですよ、パスポート違うからねっていう。あ、まあ、そうですね。だからもし同じ加藤さんでも、もし私が赤十字国際委員会とか、
国連職員としてアフガンで新活動やってますよ、うん、素晴らしい。どうぞどうぞどうぞ。活躍ご活躍されてる。じゃ結局自分で責任取りたくないんだ。そう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 ですね、うん、そこですよ。そういうことだね、うん、まあそれはそうだろうね。だから全然他の国と違うね、アメリカとかね、まあ、ジャーナリストに対するリスペクトも違うしね、うん、まあ、リスペクトされてるからな、うん、あ、じゃあまあ、さっぱりでしょ。なんか、え、フリーで何やってんすかみたいな。自称フリージャーナリストの根垣さんが拘束されましたって言われたら、俺もだってトルコとかパレスチナに前、あ、パレスチナ、トルコ経由で行ったんだけど、その時いっぱいパレスチナに行ってきましたって言ったらさ、もうみんなさ、どうだったの、情報ちょうだい、写真くださいとかさ、うん、もうジャーナリストとしてどういう活動してるんですかめちゃくちゃ聞かれるけど、うん、こっち来たらさ、え、そんな怖いとこ行ったのみたいなさ、そんなもんだよね。でもね、本当にジャーナリスト特にフリーで、うん、所属とか特にない人でも行くことの大事さもすごい痛感していて、うん、やっぱ戦争って、うん、とか戦争ジャーナリストとか紛争ジャーナリストとかってジャーナリストいないと本当怖い、うん、何が起こってるかもう誰にも分からないっていう、虐殺が起きてても誰がじゃあそれを伝えてくれるんですかみたいなところもあるので、もうそういう意味では安田さんとかね、やっぱ行かないといけないっていうのはすごく分かるし、行ってほしいし、 NGO もあのなんか同じだなってすごい思って、伝える使命すごい感じてますよね、うん、今だって他の人行ってないんだから、行ってくれてないんだから行ってるんだよみたいなところもありますよね。まあ、やっぱり亡くなられる時もありますからね、山本美香さん、うん、あがね、知り合いだったんですけど、うん、なんか最後にスターバックスで見かけて、なんか話しかけないで急いでるなって言って、はい、パッて行っちゃったのが最後なんですけど、なんか次会ったら挨拶しようなんて思ってたら全然挨拶しない、あの風になっちゃって、うん、やっぱね、ああいう風になるとやっぱりなんかなって考えるじゃないですか、うん、ね、だから難しいですよね、それはね、どこまで行くかっていうのはいつも、うんうん、ということで、もっとね、いろいろ聞きたいと思うんですけど、メキシコの映画を言った方がいいのかな、何を今示した、いや、どんどん行こうかなと思ったんですけど、あ、どんどん行こうかな、そろそろいい時間なんです。そう、うん、もっと聞きたいことあればあれですけど、まあ、いろいろ聞きたいですけど、うん、なんかその普段のその NGO ばっかりやってたらちょっとなんか鬱屈した気持ちになりそうだなと思って普段土日とか何してるの、なんかこれからちょっと成田に行くそうなんですよ。おで、何成田に何日に行くのっていう話でさ、じゃあないんですよ、うん、なんか農業やってるんですか。はい、まあ、本当におっしゃる通りで、こうなんか7年間もこう状況良くならない、まあ、アフガニスタンと、まあ、活動してきて、本当辛い時期とかも割と波のように来るんですけど、まあ、その中であの癒しじゃないですけど、ちょっと自分の中でバランス取るために、最近3年くらい前から、まあ、それこそ上垣さんと一緒にメキシコ行ってからなんですけど、きっかけに知った成田の近くにある農業、農地っていうのは農園に最近も週末通うようにしていて、これからも行くところなんです。ああ、そうなんだ。飛行機をすごいもう間近に見ながら、あの有機農業というか無農薬でずっとやってるところで、これまたちょっと生かした農家の親父がいるんですけど、三立がどうくんに関わってるの。まさに まさに、本当です。それはおもろいじゃん。三立がどうくんに入職した人が、それがどんどん広がっちゃうね、うん、あの農業やってて最初は運動だったんだけど、今はもう有機農業で、うん、後継者育成っていうところもあって、あ、そう、今あのそれも湯垣さんと一緒に行ったメキシコにその人も一緒に行ったんですね。メキシコ取材でトウモロコシ農家とこう交流とかして、やっぱりちゃっかりトウモロコシ持ってきて巻いてるんですけど、それを今本当に収穫して向こうの主食のトルティーヤをこっちでも再現、あ、それおもろいですね、してるのにちょっと再現できないのよ、トウモロコシ、こねたりしてもうまくできないっていうので、この人たちメキシコまで石臼違う、機械製粉機クラウドファンディングで資金集めて買ってきた。じゃあ今度はそこでラジオジャーナル出張してやりましょうよ。ぜひぜひ。インターネットがあればどこでもライブできますから、ね。本当本当。成田空港のど真ん中。Wi-Fi つないだ。あ、じゃあぜひぜひ。ミルパと言います。自給農園ミルパっていう。ミルパで。トルティーヤを食べながらラジオジャーナル。いいじゃないですか。うまいですよ。ね、あ
超本格。小麦のトルティーヤばっかだもんね、日本で。そうそうそう、フラワートルティーヤだ。違う、全然違う。しかもトウモロコシもなんか定着するまでにこう2世代目とか3世代目でようやくこう、そうなんていうかこう、こっち土地馴染む採取するとかあるみたいで、いろいろ。その詳しいところはその在来種って全部食いながら、全部食いながら分かるってね。難しい話はいいから、もう食って本当だね、やりましょうよ。あ、それいいね。そういう NGO と農業を やっている加藤真紀さん。いや素晴らしいね、いい出会いだった。俺はこれは面白かったな。勝手に楽しいだった。はい、じゃあ、いいですか。はい、今日はちょっと長めにゲストがいたのでやらせていただきました。はい、はい、JVC の加藤真紀さんでした。 JVC の寄付もぜひやってくださいね。はい、マンスリーこの500円は結構すごい。 JVC マンスリー募金毎月500円。あとリンク貼りましょう。やりましょう。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。いや、ありがとうございました。あ、こちらこそ。勉強になりました。充実の45分でした。よかったですね。まあ、けどこのぐらいが聞いてもらえるんじゃないですかね、やっぱりね。ありがとうございました。よかったよかった。よし、行ってこよう。